おはようございます、ようこです。今日は10月の9日の土曜日になります。で、私の住むこのドイツのドルトムント市なんですけれども、現在朝の11時半で気温が9度ということで本当に寒いです。で、これからなんですけれども、夫とともにスーパーに行こうと思っています。でね、その様子を皆様にお伝えしたいと思います。今最寄りの駅に向かっているんですけれども、この収穫祭のなんかお祭りか何かでね、いろいろなお店が道沿いに出ています。馬車です。今日行くスパ、温泉なんですけれども、このドルトムント市から電車で1時間ほどのところにあるゾーストという、ね、町にあるスパになります。で、これから電車を、ね、乗っていきたいと思います。現在も電車の中ではマスクをつけないといけないことになっています。ウィゲスディアヨミアゲストヨスグダンケ。私の住むこのノルドラインウェストファーレー州なんですけれども、今週末から、学校が秋休みに入るということで、今日も小さなスーツケースを持って、ご旅行に行かれるのか、どこかに、ね、お出かけされるような、ね、方々の、姿を、ね、見かけます。今ゾーストの駅に到着しました。ゾーストの駅から、さらにまだ一駅ちょっと電車に乗らないといけないということなので、これから電車に乗ります。一駅この電車に乗ってね、行きます。バーデンドッセンドルフに到着したので、ここから歩いて、スパに行きたいと思います。今スパの最寄りの駅に、到着して、で今スパに向かって歩いています。でよく晴れていて、空気がすごく、ね、澄んでいて、ね、気持ちがいいお天気です。もうね、秋晴れという感じですね。前には、スパがあるんですけれども、少しね、そばの、公園に立ち寄っていきたいと思います。こちらはレストランです。
店ではクリスマスツリーがねもうね飾られています。前にあるのもレストランということです。もうたくさんの人がねお散歩ねされています。前に見えるのがスパの、あの施設の一部になるということで、なんか塩とかで、まあ、この蒸気で、あのこのサウナみたいな感じで、あの入れる施設があるということなんですね。ではね、今からスパに行きたいと思います。塩水が出ているということなんですね。あ、ワーム？カルト？カルト。塩水ということです。こんなゲヘンだ。ちょっと中見れるということなんで行ってみたいと思います。木の枝が差し込まれているんですけれども、でその上にこのなんか塩水がねずっとかけられているということです。ちょっと中はひんやりしています。この建物なんですけれども、この塩水の、まあ、この木々を伝って
で、まあ、その蒸気が、まあ、この呼吸器系にいいということなんですけれども、ここはこのスーパーの一部ではなくて、まあ、一般的に開放されている、まあ、施設ということなんですね。でこの先に見えるのが、スーパーになります。でこのお水は塩水ということで、この積み重ねられた、まあ、この枝の間を伝わって、まあ、蒸気を発しているということなんですね。で先に見えるのが、スパになります。今から、ね、そちらに行きたいと思います。皆さんね、座って、まあ、この蒸気をね、吸っていらっしゃいます。と前に見えるのがスパになります。屋外にもね、施設があるということで、外でもね、温泉に浸かることができます。今スパに来たんですけれども、これから施設内に入ります。で施設内ではちょっと撮影ができないので、また中の様子は後ほどお伝えします。スパの入り口なんですけれども、このように入り口にはアルコール消毒剤が設置されていて、また入館する際にはワクチンパスポート、またコロナに感染して、まあ、回復したという証明書、または、コロナ検査をして陰性だったという証明書の提示が必要であるということです。こちらが施設内にある更衣室なんですけれども、このように小さな、まあ、この更衣室がいくつかあって、で利用するようになっています。でこれからね、私たちは水着に着替えます。3時間のスパを終えて現在出てきたところになります。で時間は17時半になります。でこのスパなんですけれども、この温泉の源泉がこの地下のこのお湯を引き上げているんですけれども、塩水を含んでいるということで、まあ、温泉のお水が塩っぽかったです。ですのでちょっと海の水に浸かっているような感じで、で温度が33度と、まあ、結構ねぬるいお湯だったので、まあ、長時間このお湯の中に浸かることができました。で今ねもう3時間ぐらい浸かっていたので体がポカポカなんですけども、で施設なんですがリニューアルされてまだ 2,3 年ほどらしいので、施設内も新しかったですし、でこのエリアも広くて、まあ、屋内屋外とありました。で、まあ、この温泉のエリアではこのマスクの着用の必要性はなくて、で、まあ、この着替えるところでは、まあ、移動する際にはマスクは必要なんですけれども、まあ、特にねこのマスクを着用しないといけないような状況ではありませんでした。でこれからなんですけれども食事に行きたいと思います。現在5時半なんですけれども、まだね多くの人がお散歩したりして、まあ、にぎわっています。あるのがレストランなんですけれども、ね、こちらの方ね見てみたいと思います。
こちらのねレストランでお食事したいと思います。このレストランなんですけれども、予約が入っているということで、中でねお食事できなかったので、他のレストランに行きたいと思います。Das ist auch ein Restaurant. と左手にあるのは、レストランのようなので、そちらを見てみたいと思います。なんか前菜にというか、このなんかパンがね来ました。外でも座っていただけるんですけども、ちょっと冷えそうなのと、タバコを吸ってる方が多いので、中にしました。手作りのパンのような感じなんですね。いただいてみたいと思います。あ、わい、うん、うん、おいしいです。うん、すごい柔らかくて、うん、すごいお腹すきます。ほんまですよ。注文したものが来ました。で、私は鶏肉のカレーソースがけで、ライス と、 あとサラダになります。で、夫が、ツイーベルクーヘン、玉ねぎのキッシュのようなものをね注文していたので、これからいただきたいと思います。じゃあ今からいただきます。ツイーベルクーヘンと、こちらがね鶏肉になります。パイナップルが乗っています。いただきます。